はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。テキテキチャンネルです。今日は前回ですね、撮影しましたこちらのエミロード406、これをですね、実際にもうド素人の僕が動かせるのかというところをですね、体験していきたいと思います。今回もですね、前回に引き続きお付き合いいただきますのは渋谷さんです。どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。こんにちは。インディアナ RV 渋谷さんにお越しいただいております。はい、今日はよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。前回ね、はい、エミロード406、はい、撮影させていただいた時に内装だけだったんですよね。はい、そうですね。で、牽引免許がいらないというふうな話を伺ったんですけども、はい、それなら僕も運転できるんじゃねみたいな、もちろんです、感じがありまして、ただね、そのトレーラーもちろん牽引したことがないので、はい、どんな感じなんだろうっていう人もいると思うので。そうです ね未知の世界ですよね。そうです ねなので今日は、はい、じゃあちょっとトライしてみようというところでね。普通免許お持ちですよね。もちろんです。もちろんです。じゃあ大丈夫です。はい、はい、一応持ってますので、はい、一つよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。で、このトレーラーなんですが、はい、当然車で引っ張らなきゃいけないですよね。そうですね。なので、じゃあ接続するところから、まずはそこからお願いしたいと思いますけども、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて渋谷さん、はい、こちらなんですが、はい、こちらはどのようにジョイントするんでしょう。はい、まずですね、これがサイドブレーキです。サイドブレーキ、うん、これを下ろします。下ろす、はい、はいはい、あとは手でこれから動かしてご覧に見せますが、手で動かす、うん、そうですよ、動いちゃうんですね。これ全然もうこういう平らなとこだったらもう余裕で動きますね。本当に。そうですか、はい。で、まあ一人でもしやるときは、ここ持って後ろに進むのが一番力が入る。あららら、うん、あとまあこういうハンドルも四隅にありますんで、うん、こういうハンドルを持って、まあ、周り注意しながら、うん、いきますよ。はい、おお、本当に一人で動いちゃうんだ。で、車のそばまで寄せますね。はい、そしたら一旦ブレーキします。はい、で、トレーラーを引くためのヒッチメンバーというもの、あ、これをね、今お付けしますね。はい、これはヨーロッパタイプのものなんですけどね、普段は外しておいて、ね、全然出っ張りがない状態で、うん、お買い物の時とかも安心ですね。あ、なるほどですね。じゃあもう取り外しができるから、もう必要な時にこれをつけるよっていうことなんですね。そうです。なるほど、はい、もうワンタッチ、もうガチャって入れただけですね。はい、もうこれでも全然もうびくともしないっていうことなんでしょうか。そうですね、これはヨーロッパのタイプの、まあ、トーバーと呼ばれる、はあ、まあ一般的にはヒッチメンバーって呼ばれることが多いですね。あはあはあ、うん、なるほど。あとまあ走るときはね、スモールランプですとかウインカー、ランプ類すべて連動させる必要がありますので、うん、そのためにこういう電気の13ピンカップラーを前につないであげる必要がある。ああ、じゃあつなぎますね。はい、このボールの高さよりここをあらかじめ上げておきます。で、サイドブレーキを解除して、で、ボールの真上まで寄せます。で、まあ一応ここで念のためサイドブレーキ引きます。で、これが伸び縮みするんで、これを下ろしていくと、これでもうロックされました。今ガチャって言いましたね、ここ、はい、このレバーが降りて、あ、で、ボールが入ったことによっておへそが緑の安全マークですね、これですね、うん、それが飛び、ちょっと飛び出ましたね。はあ、
で、もうこれでもうジョイントされたっていうことなんでしょうか。そうですね。はあ。こんな形で。なるほど。へえ。で、用心深いインディアナ RV は、はい、繋がった後、もう一度これを伸ばしていただいて、はい、外れないことを確認します。まあ車ごとふわーっと今。ああ、なるほど。上がったと思うんですね。なるほど、なるほど。うん。ちゃんとこう噛んでるよっていう、そうですそうです、確認してくださいってことですね。そうです、これ必ず納車の時にお客様にご案内してますね。なるほど、はい、でそれが確認できたらこのフロントジャッキと呼ばれるタイヤを全部収納します。おお、ここまで全部入ったら、もういっぱいいっぱいまでいったら、そうですね、このレバーでさらに一番上まで、はい、まあ飛行機の離陸時みたいなもんですね。なるほど。で次に、ケーブルをつなぎますね。これで電気をつなぎました。そしてサイドブレーキを解除して、で最後にこの赤い、これ緊急ブレーキワイヤーっていうもの、はい、これを前の車の方にこう引っ掛ける。あ、なるほど。でこれ何かって言いますとですね、うん、この赤い金属のまあワイヤーが入ってるんですけど、はい、このサイドブレーキの根元につながってます。あ、こう外れた時に、そう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 、サイドブレーキがグッとかかるっていうことね。お見事、その通りです。なる、はい、万が一離れちゃった時ですね。あ、離れてってワイヤーがピーンと張って、そうするとブレーキが自動的に立ち上がって、その後これぶっちぎれて、まあ、こっちはこっちで止まるよっていう。あ、うん、なるほど。安全装置になりますね、これで、うん、完成と。これで完成です。あとはまあ出発前に必ずできたら、複数お二人だったらね、うん、お一人後ろに立っていただいて、うん、スモールウィンカーブレーキって言いながらね、全てがちゃんと連動してるかの確認をしてから。なるほど。必ずそれで出発ですね、はい、じゃあちょっと今確認はだけしましょうか。お願いいたします、はい、さてじゃあ渋谷さん、はい、早速なんですが、はい、ドライブ講習、はい、お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。行ってみたいと思います。はい、お気をつけて。よろしくお願いします。お願いします。おお。でこれ曲がるときは、曲がるとき普通に曲がっていただいていいですよ。おお、なるほど。もしあれなら、あの白い角をコーナーと見立てて、うん、あーはーはー、内輪差の出方を見ていただいたりですとかね。もう気を使うのはカーブだけですよね。まっすぐ走ってるのは全然、まっすぐ走ってる分には全然気にならないですね。そうですね。で後ろが特にそんなに飛び出てるわけでもないですしね。で、まあもちろんこう曲がるときに、はい、後ろのトレーラーが見えますからね。そうですね、もちろんミラーでね、はい、だから普段以上にトレーラー引いてるときはやっぱりサイドミラーですとかね、あ、うん、あの頻繁に見るような、なるほど、まあ嫌でもそういう習慣になると思いますけれどもね。ああ、なるほど。うん、でもなんかトレーラーを引いてるっていう感じではないですよね。そうですね、感覚的に。本当上り坂行かなければ、こう、ああ重たいもん引いてるなっていうのもさほど気にならないと言いますかね。あ、うちのインディアの RV でも常に牽引の体験をしていただけるようにですね、うん、非常用のトレーラーと車用意して
いるんですけど、だから皆さん初めて体験されると、うん、もう拍子抜けじゃないですけど、あこんななんだっつって、あ逆にもう安心しちゃいますね。やっぱり先入観はありますよね。そうですね、ちょっと怖いなとか、はい、引いてみると、もうでももう本当に普通の乗用車感覚。そうですね、で曲がる時だけ本当はやっぱり後ろ気をつけないとね、普通の感覚で行っちゃうとちょっとあれなのかな。そう、うん、あのカーブはやっぱり気持ちいい、膨らんで、そうですね、膨らんで曲がるような感じ。そうですね、あとは忘れがちなのが、こうついつい忘れちゃうのが、自分は長いんだぞっていうのをたまに忘れちゃうことがあると危ないですね。あの渋滞中の交差点になんとなく入っちゃうとか、前がちょっと動いちゃったから、踏み切り入っちゃうとか、そうするとまた渋滞がで止まっちゃって、こうトレーラーは遮断機から出れずみたいな、それはもう怖いですね。なのであの車間距離はたっぷりと取っていただかないと怖いですね。あでも本当に思ったよりも素直にこう後ろがついてきてくれるんですね。そうですね、まあ、教習所に牽引免許をね、取りに行きましても、前に走るのなんかほとんどさせてくれず、ひたすらバックを叩き込まれるっていうね。なるほど、もうバックバック、常にバック、もうそんだけもう前なんか誰でもできるっていう。だから今この状態では誰でもできる感じであるわけですよね。まあ正直そういうことになりますね。普通あそこに入れようとしたら普通にハンドル右に切って入れていくと思うんですけれども、トレーラーを引いてる場合は逆ハンドルってよく言われますけど、通常とは逆、つまり左に切ります、この時は。そうすると徐々にあのカラーコーンのところをめがけてくの字になって曲がっていきます。なるほど、とりあえずちょっとやってみますか。そうですね、ひとまずは、そうすると、右に行きたいんだから、まずは左に回すと。そうです、でトレーラーのタイヤの位置を一番手前のカラーコーンに向けていくって感じですね。まだ行くって感じですか。一回止めてください。で、はい、で結構もうこれでくの字曲がってるんで、ここでねハンドルを右にブワーッと戻してください。バーッと、そうするとまたくの字がまっすぐになろうとします。ここで分かるのがもうね、ありがちなんだけど、最初にくの字をきつくつけすぎるとこういう形になるんで、なるほど、一直線にしてもらっていいですか。いや難しいな、やっぱりバックはもう習うより慣れろなんですけどね。なるほど、いいですよ、そしたら先ほどより逆ハンドル左に切ってる時間を少し短くする感じですね。曲がり始めますよね。そしたらそこでもう右にブワーッと戻してこのままちょっと右にもうバーッとバーッと右にバーッと、そう戻す。でそうすると、あもっとですね、これももうこの角度のまま行っちゃったら切れすぎちゃう。ちょっと待って、そっか、なるほど。そうすると大型トレーラー乗ってる人なんか大変なんだな。でこっちに曲げて、でもう戻しましょう。右にブワーッとバーッとバーッとバーッ、もっと、そうです。あストップ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 。はい。そう、そうですね。そう戻すときは徹底的に戻すって感じですね。右にね。そうなんですか。うん。そうするとどうなるんだろう。ごめんなさい。原理がねよくあんまり分かんないですね。例えばじゃあちょっと待ってください。まあ。バックに入れました、一回くの字にしました、もうぐーっとぐーっと、こういうことですか。そうです。あーなるほど、なるほど。でもっと曲げたいなと思った時に左にまた逆半球、左に曲げると、でそのなるほどなるほどなるほど、そう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 、あーなるほどなるほど、いい角度ですよ。
これでもちょっと切れすぎかな。はい、ストップ。あー、なるほど、なんか分かってくるような気がします。要はこの場合は左に切ると曲がってく。あー、そっかそっか。右にハンドル切るとまっすぐになろうとする。まっすぐになろうとするってことなんだ。そうなるほど。それをまあこまめに調整しながら合わせていくっていうことですかね。こうしたらもうこうぐーっとぐーっと、そうぐーっと、で折れ方足んないなと思ったらまた左にちょっとクイッと。ああ。あ、そっか、こうか、こういうことか。そしてこういうことかな。こういうことだ。おお、おお、攻めてますね。これちょっと攻めすぎたな。でもこのまま、はい、もう少し後ろに行きたい場合は右に曲げればいいってことですか。こう、どうなんだろう。曲げたければ左。あ、こういうことですね。こういうことですね。で、あ、あれ？どっちだ。こっちか。こっちを、こっからだね。こっちをだとあれなんだ。こうすれば曲がってくれるってことですね。そう、左にすれば曲がってくれる。これだと当たっちゃうな。そしたら一旦僕降りて外から見ていいですか。はい。これをこうして、うん、で右にも左に曲げると、そうそう、切りたいか。そうですね、いいですね。でこの辺でもまた右にブワーッと戻して、そうです、そうです。でまた右にバーッと戻さないと、そう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 、ね、ここで左に切りたい気持ちも分かるんだけど、それそうじゃないんです。じゃないんだ。そう、右なんですね。これもこのまま右なんだ。そう、それでもそれしても左に折れてきます。へえ。こうなっちゃったらもうしょうがないから、少し左前まっすぐ少し伸ばしてあげて、あ、左に、そう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 。あれ、いいですよ。そしいいんですか。うん、はい。でバックしたら、この時はね、左に切りたい気持ちになると思うんだけど、ま、うん、っすぐにしたいんだから、右にブワーッと目いっぱい、目いっぱい、目いっぱい、はい、それでバック。おー、来た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 。そうそう、そのままそのまま右、そこ左切っちゃったらまたお尻左行っちゃいますよ、うん、っていうので、そう、右に切ったままさらにバック、バック、うん、そう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 、そのまま耐えて、そのままそのまま、そう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 、そうそう、そのまま、まだまだ。お、いいですね、いいですね、いいですね。もうちょいそのまま行きましょう。もうちょい。はい、今車とトレーラーがほぼ一直線にまっすぐになった。あ、本当だ。いや、汗かきましたね。いや、でも最初でこの幅で、うん、まあ、ちょっとね、難易度高いんで、お見事ですよ。いやー、本当ですか。うん、ありがとうございます。へえ。そしたら、じゃあ今度はこっち側からでいいですか。そうですね、どちらかというとやっぱり右ハンドルの車は今の右バックの方がやりやすいんですけどね。なるほど。左側だとちょっと視界が見づらいから、さらにちょっと難易度上がりますけど、やってみましょうか。やってみていいですか。もちろんです。いいですか。はい、さっきと逆ですね、はい、今度は左に切りたいけど、右ハンドルを切ると曲がり始めます。右ハンドルを切ると曲がり始める。もう曲げていいんですか。いいですよ、いいですよ。そうそう、でこのぐらいいったらハンドル先と逆で左、そう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 、左に戻して、あ、でちょっと俺が足んないからまた右に切りましょう。右に切って角度をつけて、はい、どうでしょう。
ちょっとごめんなさい、僕のアドバイスが悪かったからちょっと向こうに行き過ぎちゃいましたね。一回前に出して、はい、はい、いいですよ。だから右に曲がって、右に曲げて、はい、この辺で、はい、そうです、そうです。でまた右にちょっと切りましょう。はい、いいですよ。で左にバーッと戻しましょう。でもうちょっと右に切って角度つけましょうか。右に切って折りましょう。そう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 。はい、でまた左に戻しましょう。はい、でまたちょっと右に切って角度つけましょう。でそこ右に戻しなべ、そう戻しなべ、左にずっとずっとそのまま。あ、なるほどなるほど。そのままそのままそのまま、さっきと一緒です。はいはい、そう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 、そうです。で少しお尻があっち側行っちゃったから少し右切っていいですよ、はい、そう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 。でまた左に戻す。はい、今まっすぐですね。はい、オラオライ。あ、ちょっと引っ張って。お、だいぶコツ覚えたんじゃないですか。あ、いいですね。どうでしょうか。はい、バッチリです、まっすぐです。あー、あー、なんとか入りました。なんとか入りましたっていうのを1時間もやってればですね、もう誰でももうマスターしちゃいますよ。なるほど、楽しいでしょ。ありがとうございます。いやー、渋谷さん、今日は一日お付き合いいただきましてありがとうございました。こちらこそありがとうございました。でもバックはやっぱり難しかったですね。でもあの短時間ですからね、うん、ちょっとでもね、なんとなくコツ分かったんじゃありません？うん、なんとなくね、やっぱりこう動かしてみると、フィーリングがどんどん出てくるっていう感じですかね。はい、そうですね。ただやっぱり頭の中で、右でしょ左でしょみたいなね、そういうのはやっぱりありますけど。そうですね。でもやっぱり渋谷さんがおっしゃられたように、やっぱり1時間ぐらいやれば、はい、なんか慣れてきちゃうような感じですよね。と思いますね。もうそこを慣れれば、もうそのバックがね、うん、思い通り動くようになると、もうさらに楽しさが、なるほど、運転も、まあ、トレーラーを引く楽しみの一つに変わると思います。なるほど、はい、インディアナ RV さんはこういう講習会もやってるということですね。そうですね、常時あのお店の方来ていただければ、原因体験の方、はいはい、ご体験いただけますので、ね、はい、ぜひですね、皆さんトレーラーご興味のある方はインディアナ RV さん、渋谷さんまでお問い合わせいただければと思います、はい、お待ちしております。今日お忙しいところありがとうございました。